アンジオポエチンは脈管形成あるいは血管申請を促進する糖タンパク質で成長因子である。脈管形成は発生初期の肺形成期に血管がないところに新たに血管が作られることで、血管申請は発生初期以外で既存の血管から新たな血管が分岐し新調することで血管が作られることである。 それら血管の形成を促進するのがアンジオポエチンである。アンジオポエチンには、アンジオポエチン1、アンジオポエチン2、アンジオポエチン3、アンジオポエチン4の4種類があるだけでなく、類似のタンパク質として6種類のアンジオポエチン、関連タンパク質であるアンクトル2、アンクトル3、アンクトル4、アンクトル5、アンクトル6、アンクトル7がある。なお、アンクトル1は、 アンジオポエチンさんである。1996年、米バイオテクノロジー企業リジェネロンファーマシューティカルズのヤンコポーロスらが、血管内皮細胞に特異的に発現し、血管形成に必須な受容体系、チロシンキナーゼタンパク質であるタイに、テックのリガンドを同定し、アンジオポエチンと命名した。アンジオポエチンは、細胞外に分泌される、糖タンパク質である。 上記の連続論文で、ハーバード大学のトム・サトーラと共に、ノックアウトマウスの実験で、アンジオポエチン1が、血管形成に必須であることを証明した。上記論文で物質を同定し、続く論文で、生理機能を示し、2つの論文をもって、アンジオポエチンの発見とした。アンジオポエチン1のアミノ酸数は人やマウスで498残機である。 分子量は70イダで、タンパク質に結合している糖鎖を外す酵素、ゲイス F で処理すると、約55イダになることから、結合糖鎖が、約15イダある糖タンパク質である。随一、アンジオポエチンのドメイン構造アンジオポエチン1の、N 末端側からのアミノ酸、番号1から99番は、アンジオポエチン1同士が結合する、クラスタリングドメイン。 100から280番が、ミオシンに類似した、コイルドコイルドメイン、280から498が、フィブリノーゲンサマドメインで、対に、テック結合ドメイン、そしてシーマタンになる。血管内皮細胞のアンジオポエチン受容体は、対に、テックで、細胞内にチロシンキナーゼ活性を持つ受容体系、チロシンキナーゼタンパク質である。アンジオポエチンは、フィブリノーゲンサマド クラスタリングドメインでアンジオポエチン分子同士が細胞外で解合することで細胞膜上の体にテックが解合する。細胞内のチロシンキナーゼ活性が活性化されアダプター分子の GRB2 などが結合し細胞内シグナル伝達が進行する。ただし細胞増殖は活性化されない。アンジオポエチン1とアンジオポエチン4は体2のキナーゼを活性化するが アンジオポエチン2とアンジオポエチン3は活性化しないのでアンタゴニストと考えられる。アンジオポエチンの基本的な機能はタイファミリーと共に脈管形成及び血管申請を担うことだ。発見者の一人ともいえるトムサトウ、そして高倉信幸など多くの日本人の研究者も貢献し血管申請におけるアンジオポエチンファミリーの関与が 以下のように解明されてきた。ノックアウトマウスの実験から、アンジオポエチン1とアンジオポエチン2は、血管形成に必須であることが証明されている。血管構造は、通常、血管内皮細胞とそれを裏打ちする結合組織、細胞外マトリックス、規定膜、細胞として周側細胞や、平な目筋細胞に強固に接着することで安定に保たれている。 血管内皮細胞が分泌するアンジオポエチン1が血管内皮細胞上の体2に結合し、細胞内にシグナル伝達し、血管内皮細胞と結合組織、細胞外マトリックス、規定膜の細胞接着を維持しているからである。組織に低酸素状態が生じると、血管内皮細胞と結合組織、細胞外マトリックス、規定膜との接着が弱くなり、 血管内皮細胞は容易に移動できるようになり、新しい血管の分子と身長が起こる。この仕組みは低酸素状態になると血管内皮細胞からアンジオポエチン2が分泌され、アンジオポエチン1に対して喫光的に作用するためである。脈管形成と血管新生では同じような成長因子と受容体系チロシンキナーゼの組み合わせがもう1セットある。つまり、 1983年に発見され、1989年に45系だの糖タンパク質として単理、クローニングされた血管内皮細胞増殖因子である。血管内皮細胞増殖因子の血管内皮細胞上の受容体である血管内皮細胞増殖因子受容体も受容体系チロシンキナーゼである。では、アンジオポエチン系は、 血管内非細胞増殖因子系と機能的にどう異なるのか。両方とも重要であるが、機能的に、血管内非細胞増殖因子系は、血管の分子と身長を担い、アンジオポエチン系は、血管のリモデリングと成熟を担っていると考えられている。特定の疾患の予防、診断、治療に関するアンジオポエチンの知見を羅列する。ありがとうございます。